皆さんこんにちは。行楽の秋本番を迎えていますが、今年の秋はもうどこかへお出かけされましたか？今回はこちら阿蘇駅を出発する大観峰と草千里の2つの観光ルートをご紹介します。まずご紹介するのは大観峰までのコースです。乗るのはこちら大観峰ライナー。実は10月1日から来年の1月31日までここ阿蘇駅から内巻温泉そして大観峰までの路線バスが観光事業の一つとして試験的に運行されています。この大観峰ライナーは午前と午後の1日2便があり、JR 九州横断特急の阿蘇駅発着に合わせた時刻となっています。熊本地震後、JR 豊肥線は肥後大津駅と大分県豊後荻駅の間で不通となっていましたが、7月9日、阿蘇駅と豊後荻駅間の運転が始まり、現在は大分方面から阿蘇市へ来ることができます。大観峰ライナーの料金は往復運賃として大人1000円、子ども500円です。内巻温泉に宿泊のお客様にも便利なように、内巻経由で大観峰まで直接行くことができます。バスからの眺めも最高ですよ。そして今から行くところが見えてきました。あちらの大観峰、大観峰に着きました。今日は涅槃像も綺麗に見えてます。いいお天気です。ここ大観峰の滞在時間は50分。展望所として整備されているので歩きやすく大自然を満喫できます。大観峰の先の方にある展望所に到着しました。いい景色。ここからは、阿蘇市を眼下に眺めることができます、ね、今日の涅槃像もとっても綺麗で、ちょうどお釈迦様が横たわった姿に似てることからこの阿蘇五岳を涅槃像と呼んでいます。今日はちょうどお釈迦様のおへそのあたりから中岳の噴煙が上がっているのが見えます。季節ごとにいろんな表情を見せてくれるここ大観峰からの眺めですが、秋になりますとこんな風景が広がります。雨上がりのよく晴れた朝、風がない、気温が下がるなどの条件が揃うと発生する雲海。まるで雲の上にいるような幻想的な風景が広がります。阿蘇駅を出発して2時間の大観峰までの旅いかがでしたか？さあ次はここから車に乗り換えて草千里を目指します。草千里までのドライブでは途中ススキが私たちを歓迎してくれます。これも秋ならではの阿蘇の風景です。熊本地震後、草千里までの登山道路の一部は通行止めとなっていましたが、現在は草千里まで通行できます。途中片側交互通行になっていて、通行できるのは午前7時30分から午後6時までとなっています。10月8日の中岳の噴火後、噴火警戒レベルが3に引き上げられましたが、草千里までは来ることができます。また駐車場周辺の店も営業を再開し、現在では団体の観光バスも見られるようになって、少しずつ賑わいが戻ってきました。ここからは阿蘇中岳のダイナミックな火山活動を間近に見ることができます。地震前の通常の営業には戻っていない店もありますが、土産物店や出店、またレストランなど精力的に営業を再開し頑張っています。はい、お待たせいたしました。当店一番人気の赤牛丼でございます。わー、ありがとうございます。はい、こちらのタレと温泉卵をかけてどうぞ召し上がってくださいませ。いただきます。はい、どうぞ。
いただきます。うん、柔らかい、おいしい。大自然を眺めながら味わう阿蘇グルメ、お腹も心も満たされます。10月8日未明の噴火以降、阿蘇中岳の火口は白い噴煙を上げてはいますが、落ち着いた状態が続いています。ここ草千里も降灰の影響はほとんどなく、現在はススキの穂が揺れる見事な秋の風景を見せてくれています。ぜひ秋の行楽シーズンは、今回ご紹介した大観峰や草千里、またもう少し寒くなりますと温泉もたくさんありますので、ここ阿蘇市においでください。